小原由香は、ユンコロの芸名で知られる女性ファッションモデル、ブロガー、ウェアブランド、いろルプロデューサーである。ますます和歌の影響で2008年5月から、クルーズブログにおいて公式ブログ、ユンコロブログを始める。写しメールを可愛く撮影する、森シャメを得意としており、その独自の技が注目を集める。また、ますます和歌と同じように読者からの質問にも、答えている。 2009年にはギャルのトレンドを発表するギャルリサーチプレスによる GRP アワード2009で最優秀ブロガーに選ばれた。2010年5月現在、1日のアクセス数は100万件ほどである。2010年よりブログ以外のメディアでも取り上げられるようになる。同年5月18日放送会のバラエティ番組。 魔女たちの22時では顔がエロいと壮絶ないじめにあっていたのに超金髪ド派手なあの人のおかげで人気モデルになった19歳魔女と取り上げられた同番組はますます若がレギュラー出演しているフィットネスをはじめ2016年のサマースタイルアワードで東京予選は優勝全国大会で準優勝韓国での WBC フィットネス二千十六の モデル部門 162cm でも、準優勝の結果を残した。その後も努力を重ねて、経験を生かし、翌年の2017年には、WBC フィットネス2017で、スポーツモデルクラスビキニクラスにてそれぞれ優勝。さらに各クラスの優勝者が戦うオーバーオールにて、ビキニクラス総合優勝、ホトジェニック賞、MVP の3冠を獲得し、 WBC の伝説とも言われている。趣味は、美容、フィットネス、ドライブ、料理、サバゲー、ポールダンス、ドラム。ありがとうございます。